働きやすい会社から働きやすい社会へ。はい、どうも、社会保険労務士の大塚です。本日も、試験が近づいてまいりました。富田先生のお越しいただいております。先生、よろしくお願いします。はい、よろしくどうぞお願いいたします。はい、まあ毎年毎年ちょっと取り上げてはいるんですが、はい、やっぱりその手の質問が多いということで、試験会場当日ですね、当日何持ってったらいいんでしょうかっていう、まあなんか定番の質問なんで、はい、今年もちょっと定番通りお答えをいただこうかと思います。承知しました。はい、もういよいよ直前期でして、これ必ずご質問を頂戴する内容なんですよ。うん、で、まあ毎年似たようなことは申し上げてるんですが、改めてまた申し上げたいなというところなんですね。まずですね、その質問される方の真意としては、勉強する、基本的にはね、勉強するその勉強道具として何を持っていったらいいですかという話だと思うんですよ。たまになんかすげえの持ってきてる人いますよね。ああ、そうです。なんか六法みたいな。労働法全書持ってきてるんだ、はい。労働法全書はあれです。思いっきり試験会場でドンってこう置かれたのを私、近くで間近に受験生で経験してますからね。いやいや。持ち込み OK な試験じゃないですよね。そうですね。直前期に見るにしてもですね、じゃあまずその、ちゃんとしたその勉強内容 の, その教材とかの話から入りますと、まずその何持ってってもですね、そんなに見る時間はないです。実際これ経験された方ならね、お分かりいただけると思うんですが、会場に着くのだってそんなとんでもなく時間の余裕があるわけじゃないし、で今度会場の係員の説明があったりとか、ね、ああだこうだやってるとそんなに見る時間はないので、まずそんなに持ってっても意味がないです。心の安らぎようなんでしょうね。はい、そうです、そう思います。まず持っていくとしたら、じゃあ冊からいうと1冊、何かしら1冊、で基本のテキストとか、なんか一番 の, その自分のお守りになるやつ、今言われたようにお守り的なやつ、最後の最後1冊って言ったらこれだっていうやつを持っていくっていうぐらい、もしかして全然見る時間ないかもしれないです。そうですね。でもしくは見てもですね、その段階じゃそのドキドキしながらその試験会場の机に座って椅子に座ってですね、見てもですね、正直文字を追ってもその頭に全然入んないかもしれない。だから私は気持ちが分かってですね、昔急に何かが気になりだした時だと思うんですよね。そうですね。どっちだっけかなとか、何だっけかなってように多分調べるようだと思うんですけど、昔と違って今スマホがあるんで、そうですね、気になったらスマホでググっちゃった方が早いと思うんですよ。勉強じゃないんで。あとはテキストもスマホに入れておけば良いので、っていうその、うちだったら PDF テキストありますから、それも入れちゃうっていう、そうするとスマホだけで済んじゃう。で、ただ確認は確かにそうなんで、そうすると普通に考えて、もうそこで問題解くっていうよりはですね、自分のずっと使ってたテキスト1冊を持っていくと。いうのがいいところかなと。少なくとも 2,3 冊持っていくことはお勧めしません。もう持っていくだけで疲れちゃうから。それじゃ試験にならなくなっちゃうから。でもどうしても気が休まりたいんだったら、ご自身の判断。そうですけどね。そしたらテキストと過去問ぐらい持っていくかな。どっちにしてもそんなに時間はないから、お守りと思って持っていってほしいな。これがテキストとかについて、先生何持っていったらいいですかっていうことに対する、いつも私の答えなんですよ。それからあとね、それよりも何よりもですね、前日のことから言うと、まず寝てほしいし、寝た方がテキストを1冊持ってくるよりもよっぽど効果あるかもしれないし、それとあと持っていくものとしてはですね、テキストよりも、温度調節できるもの、寒かったり暑かったりっていうことを考えると、その温度調節できるものとか持っていった方がよっぽど快適にその3時間半集中できるので、それ快適じゃないと3時間半集中しきれないですから、そっちの方がよっぽど大事かもしれないっていうところなんで、そっちの方いつもね、実はご質問にプラスしてお答えするようにしてます。その方がいいかなと思います。それからあともう一つくだらないこと言うと、その当日の朝とかのことを考えると心に余裕がなくなってるわけですよ。人によって違うかもしれない。私だったらなくなっちゃってるわけです。でそうすると何時に起きてどう行くっていう、その少なくとも電車のルートは前の日までには確認するだろうし、確認しておいてほしいんですね。でそれから時間の余裕を持ってね、出るように、もしかしてその電車が何かしらあるとかいうこともあるかもしれないし、お車に乗られる方もね、思わぬ渋滞とかいうこともあるかもしれないから、時間の余裕を持ってね行くなんていう方がよっぽど大事かなと思います。何かの試験でありましたね、社労士じゃないけど沖縄かなんかで、
アデで試験が ありましたね。で再試験するとかしないとか、そうそうそう、やったのありましたね。うん、最初再試験どうだったんですかね、再試験しないとか言って、うん、ねえ、そうですね、最初しないって言ったんだよね、うん、そう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 、まあそんなこともあるかもしれない。まあそれは会場のね方の責任なんだけれども、あの自分の方の責任で何らかのことで遅れちゃうってことありえるから、そうするとその時救済措置が入ればいいけど、普通だったら入らないって考えて、そうっすよね、ある程度全体だったらまだあれなんですけど、そうなんですよ、たまたま自分が乗ってる電車が止まりましたとかっていうのだと難しいですよね、うんうん、はい、と思うので、まあ何かしら今システムあるかもしれないんですけど、それそこ知らないんだけど、まあなんせ余裕を持って、うん、であともう一ついつもねくだらないことを付け加えるようにしてまして、あのお昼ご飯、はい、はい、お昼ご飯その場所を慣れない場所に行って受けなきゃいけないんで、そうするともしかしてお昼ご飯買いに行くまでにえらい時間かかって行って帰って急いで食べたなんてことになるかもしれないから、あのどうなるのかは事前に知っておきたいなと思うんですね。昔はまだあのなんか食堂を使ったりしましたけどね、学生時代、はい、あの知ってる場所土地勘があって、まあはい、あのちょっと歩いてこうこれがある みたいなことが分かってればいいんだけれども、もしかしてコンビニとかも並んじゃうかもしれないし、大学の食堂もじゃあやってないんですかね今は。ねえ、どうなってるんでしょうね、はい、そこら辺やっぱり確認しておきたいなと、あのよっぽどそういうことを確認しておいた方がいいんじゃないかなと、うん、でそういうの対応して、あとあさっきの話に戻ると、まあ、テキストとかの一冊を守り持っていくというような感じだと思います、はい、そんなことをですね、あの試験会場の、まあ、試験当日にあの考えてほしいなというのをいつもご質問いただくとあのお答えしてます。なんかあれですよね、あと当たり前ですけど、なんか、まあ、鉛筆とかシャーペンは何本も持ってった方がいいですね。そうですね、あとあの受験票忘れないように、うん、いや結構ありえるので、あと消しゴムと、あと時計は結構ね、うん、あれですよね、あのスマホを代わりにしてる人とかがそうするとスマホダメですよね、いらっしゃるんで、だから時計は腕時計してった方がいいですよね、うん、今アップルウォッチとかどうなんですかね。あれは確かね、なんか明確になんか基準が出たはずで、私も覚えてないんですけど、うん、あの なんかね、ダメにしたはずじゃないか、うん、なんかあの違うシェーター、アップルウォッチダメって書いてありましたね、うん、なんか機能、こういう機能がついてるものはダメみたいな感じで多分定義してるはず、うん、そうですよね、そうなるとなんか普通の時計を準備した方が、ああそうですね、あでもそうか、時計持ってないっていう場合もあるもんな、まあ、大体飾ってあることはあるんですけど、うん、まあまあまあ持ってた方がいいかなって。そうですね、いやもしかしてあの会場のレイアウトで見にくいとかいうこともあるかもしれないし、うん、そうですね、そのあたりの準備の方がよっぽどあの心を落ち着けるかなと思います。自分だったらあれっすね、あのお守りでバファリンって思ってきますね。ああそうですね、あの眠くならないバファリン、はいはい、人によってね、うん、それはあると思いますね。バファリンってあのそうです、うん、まあ、正露丸ですか。あのお腹ね。そうです、そうです。いやいや、はい、結構重要かもしれない、うん、結構そういうのがあると違いますよね。あのなんせ3時間半とか集中しなきゃいけないので、うん、その間苦しいっていうなんかで3時間半はちょっときつくなっちゃうので点数落ちちゃうから、そうですね、快適に集中できるようにそっちの準備の方がよっぽど、大事かなと、うん、思います。まああんまり重たいもの持っていくと疲れちゃうし、うん、もう本番の時にはね、開き直ってどんどんこう自分の知識で、そうするといいことありますから。今ってあれなんですか、昔よくあの試験会場向かう途中にいろんな予備校からワンサが渡されて、いやあれね、一度禁止になったんですよ、はいはいはい、でところがその後ね、あの黙ってあの復活させたところがあったらしくそうなんです。で、まあ、ただその後、ま、今はな、うん、あの知らないんですけどね、最近会場行ってないんですけど、あんなのもらうかどうかとかよく悩みましたけどね。あれはあのやっぱりね、もらっちゃいますね、うん、なんか予想問題的なのが出てましたね、はい、まあね、各資格の学校さんとしてはそれもらっといて、うん、後でね、なんかあった時に、うん、あのまた次の講義ってゼミか、とかいうことになるんですけど、いやいや、あれはもらっちゃうなというところです、うん、まあ確かに先ほど言われたようにあのお守りだし、かつ何か気になってちょっと見るっていうパターンはあるだろうし、うん、っていうようなところかなと思います。あの それぐらいのものでも軽く持ってって、それよりもよっぽど試験でその会場で快適に過ごせるようにそう、ね、を考えた方がいいかなと思います。まあ一番はそのベストコンディションで問題を解きに行くっていうのが一番なので、うん、そうですね、だからそれにまつわるもので考えられるとよろしいのかなって。そうですね、
まあ、人によって何で落ち着くか変わりますね。確かにね、そうですね、うん、私の場合には気温なんですね。ああ暑い寒いが一番あるんですよとか、人によって確かに違うかもっていう感じですね、うん、そうですよね。でちょっとその辺を考えていただいて、はい、当日勉強しようなんてのは間違って思わないで気持ちを安らかにするために持っていくぐらいです、うん、それぐらい。あとは机に出せるもの出せないものっていうのがあるので、あそうですね、うん、それだけちょっと気にしておかれるとよろしいかなというところで、はい、もうあと1ヶ月半ぐらいですか。半もないのか、今撮影してる中で。そうですね、1ヶ月半もないぐらいですね。そうですよね、いよいよ直前期、はい。まあ、多分これ見られる方は前日か前々日ぐらいだと思いますんで、うん、まあ、一番多分最後に見る動画なのかもしれないです。あ、なるほど、体調気をつけてね、はい、もう精一杯ね、実力は発揮できまして、そして合格されますように。そうですね、はい、ぜひ頑張っていい結果楽しみにしています。それではまた、次は合格手応えを持ってこの動画を見ていただければと、ね、ぜひぜひ、はい、思いますので、またよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。